エッセンは、ドイツ、ノルトベストファーレン州の都市。人口は、約58万人。エッセンのスカイライン東には、ボーフム、西には、ミュールハイム、アンデアルール、北には、ゲルゼンキルヒエンと隣接するが、これらの市はいずれもかつてルール工業地帯として、鉄と石炭工業によって繁栄した都市である。2010年の欧州文化首都に選ばれている。 エッセン市成立の基礎となった大聖堂で背後にエッセン市役所が見えるウィラ・フーゲル・ソルブオエッセンはルール側の近くに850年頃に成立した。852年頃にシティフト教会の建築が始まり946年の火災後に拡張されたが1275年に再び火災に遭いゴシック建築として再建され1316年頃に 大聖堂として落成式を迎えた。第二次世界大戦では1943年3月5日夜から翌6日にかけての大空襲で大きく破壊され、戦後1951年に再建に着手された。1958年の再建終了により、ここにカトリック教会の司教座が置かれることとなった。これが都心に立つ大聖堂で、その南側にある ブルク広場は都心における市民の憩いの場となっている。エッセン市は買い物都市としても有名である。大聖堂の前を通るケトベガー通りは早くも1958年に車を締め出した歩行者空間にも替えされており、ドイツ発の都心歩行者空間であるとされている。工業都市としてのエッセンの歩みは1811年に フリードリヒ・クルップが中古工場を設置したことに始まる。エッセンとクルップは発展を続け、1873年にアルフレート・クルップによって建てられた住居建芸品館ビラ・フーゲルは現在はエッセンの観光名所となっている。また、クルップは市内に多数の社宅も建設している。特に有名なのがフリードリヒ・アルフレート・クルップの妻、 マルガレーテの名を冠したマルガレーテン平営である。この住宅地は、マルガレーテの娘、ベルタ・クルップが結婚し、グスタフ・クルップをクルップ家に迎えることを祝って建設されたものである。マルガレーテン平営は、1906年から1938年に、かけ、メッツェンドルフの設計により、約50ヘクタールの田園都市として建設され、隣接して、約50ヘクタールの森がある。 この住宅地も第二次世界大戦で被害を受けたが、当初の形に再建されている。エッセンの人口は工業化で増加し、東のドルトムーンと西のデュースブルクと共にルール工業地帯の中心となり、同時にラインルール大都市圏の核の一つとなった。特にエッセンは繁栄を極めた鉄工業の財閥クルップ家の本拠地としてルール工業地帯を牽引した。 人口は19世紀末の1896年に10万人を超え、その後も周辺町村を合併して成長し、1962年には74万9193人に達した。しかし、その後は産業構造の転換もあり、人口が減少することとなった。ルール工業地帯最盛期の産業遺産として、四方区部に ソルフェアーイン炭鉱業遺産群が存在し、ユネスコ世界遺産に登録されている。2010年の欧州文化首都に選ばれた背景には、この炭鉱業遺産群の存在が大きい。同じくルール工業地帯の施設が残るデュースブルクやドルトムントなどとともに、産業遺産ネットワークとして、世界各地から観光客を迎えることとなっている。鉄道とアウトバーンが発達しており、 周辺都市と結ばれ、同時に国土幹線の一部ともなっている。市内の交通は、市の子会社である、岩具が経営する電車とバスの公共交通ネットワークが各地区を結んでいる。その中心となっているのが、LRT で一部は地下を走る。特筆すべきは、世界初のガイドウェイバスが2カ所を走行していることである。1カ所は、 アウトバーンの中央分離帯を走る延長約3.5キロの区間で、もう一箇所は LRT 廃止後に設置された長さ1キロの区間である。ありがとうございます。